昨日8月22日は満月でしたね。全国的に天気が悪くて見られない方も多いと思い、急遽撮影に行きました。やはり満月は出てくる時が一番神秘的で美しいと思います。建物などがあると月がより大きく見えます。ただ地平線には雲も多く、なかなか出てくるところを撮影するのは難しいんですよね。今回は運よく満月が出てくる貴重なシーンを撮影できましたので、皆様にお届けいたします。